アストルピアソラ、アストルピアソラ、アストルピアソラ、1921年3月11日から1992年7月4日は、アルゼンチンの作曲家、バンドネオン奏者、単語をもとにクラシック、ジャズの要素を融合させた、独自の演奏形態を算出した。1921年、アルゼンチンのマルデル・プラタに、イタリア移民三世の子として生まれる。 4歳の時に一家でニューヨークに移住し15歳までを過ごす。この頃すでにジャズに親しんでいたが、当初はバンドネオンや単語への興味は薄かったという。1931年にブロードウェイのラジオ局でバンドネオンのフォルクローレを録音し、以降ステージやラジオなどの演奏を行うようになる。1932年に諸女作42番街に向けて、 着実にを作曲している。アルゼンチンに移住後、父の開いたレストランで、バンドネオン、ハーモニカを演奏していたが、1938年に、ラジオで先鋭単語、LB のバルダーロ楽団に感動して、初めて単語の音楽性をる。1939年に当時最先端だった、トロイロ楽団に参加し、バンドネオン奏者として徐々に頭角を表すようになる。また、 1940年から5年間、アルベルト・ヒナステラに指示して音楽理論を学ぶ。総仕上げとして、ピアノ・ソナタのようなアカデミックな作品も残された。1944年に、トロイロ楽団を脱退後、自らの楽団を率いて活動を開始、先鋭的なオーケストラ単語を展開するが同時に、単語の限界にも行き当たり、 楽団を解体した後しばらく裏方活動に徹する、うになった。なお古典的な単語の作、編曲やクラシック作品の制作はこの頃に集中している。1954年、単語に限界を感じたピアソラは、クラシックの作曲家を目指して突出し、パリでナディア・ブーランジェに支持する。当初自分の単語奏者の経歴を隠していたが、ナディアに単語こそが、 ピアソラ音楽の原点であることを指摘され、単語革命の可能性に目覚める。1955年7月に帰国後、エレキギターを取り入れたブエノスアイレス80相談を結成、前衛的な作風に保守的な単語ファンから猛攻撃を受け、単語の破壊者と罵られるほどだった。命を狙われたこともあったという。結果楽団としては成功せず、 いくつかのアルバム録音を残した後に1958年、新天地を求めて家族で古巣のニューヨークに移住する。ニューヨークでは歌手の伴奏などを行ったほか、実験的なジャズ単語と称する編成を組んだ。1959年に父の死に捧げた代表作アディオスのニーノを作曲する。翌年帰国後に初演。バンドネオン、バイオリン、ピアノ。 コントラバス、エレキギターからなる50相談を結成し、以後、ピアソラの標準的グループ構成となる。これ以後のピアソラは、理想的な音楽編成を求めて、数多くの楽団の結成、解体を繰り返す。1963年には、新80相談。1971年から1972年には90相談。 1978年から1988年には後期50相談、1989年には60相談と次々に変化した。これらピアソラの楽団に所属することはサッカー王国アルゼンチンでナショナルチームに所属することと同じほどの名誉だったとされる。この間1973年の心臓発作による休養や1988年の 心臓バイパス手術など、健康面に不安を見せながら、傑作の数々を残している。1990年パリの自宅で脳一血により倒れ闘病生活に入る。大統領専用機でアルゼンチンに帰国。1992年ブエノスアイレスの病院にて死去。71歳。ナディア・ブーランジェは、ピアソラの原点はあくまで単語だと指摘した。しかし、 少年時代のニューヨーク生活などの経験から単語奏者でありながらも単語を外から眺める目もまたもいた。元来単語は踊りのための伴奏音楽であり強いリズム性とセンチメンタルなメロディを持つ展開のわかりやすい楽曲であった。ピアソラーはそこにバロックやフーガといったクラシックの構造やニューヨークジャズのエッセンスを取り入れることで強いビートと 重厚な音楽構造の上にセンチメンタルなメロディを自由展開させるという独自の音楽形態を生み出した。これは完全に単語の表現を逸脱しており、踊れない単語として当初の評判はかんばしいものではなかった。一方でピアソラの音楽はニューヨークなどのあまり単語と関わりを持たない街で評価されたため、単語の評論家から意図的に外されるといった差別も受けた。 ブーランジェが教えた技法は主に、フランスで考案された火星や大砲であり、アルゼンチン単語の中核をなすドイツの家庭音楽や、新音楽とは、20年先を言ったと称された、ピアソラの感性はや本流から逸れていた。アルゼンチン一線評論家が選んだ単語十大学団の中で、全員が挙手した楽団は、フリオ・デカロ、カルロス・ディ・サルリ、オスバルド・プグリエーセアニバル・トロイロ、アルフレド・ホビー、 オラシオ・サルガンの6つで、ピアソラは、ラウル・オーテだダから票をもらうことができなかった。ただし、クラシックや現代音楽の演奏家からは、評価が高く、ギドン・クレーメルや、ロベルト・ファブリッジ・アーニラが好んで演奏していた。イバミカ・ショフの単語プロジェクトは、ピアソラの成功から編み出されたものである。二0十六年現在では、ピアソラと対立した多くの音楽家がこの世を去っていることもあり、 単語の可能性をローカルな音楽から押し広げた功績はアルゼンチンのしがらみをはるかに超えて国際的に高く評価され続けている。このような活動の展開はアルゼンチン単語の本流ではないという厳しい意見も根強く残っている。多くの楽団が後継者を多く抱えているのに対してピアソラスタイルは後継できないという意見もあるが生前ピアソラが後継者に指名したのは ディシャー・アル・ガリアーノである。エドワルド・ロビーラとは、対照的に国際的な影響力があまりにも大きすぎたせいで、かなりのレコード会社が半券を手放しておらず、世紀の復刻作業は遅れており、散発的に CD ボックスが発売されて、すでに販売されている CD と重複することが多い。現在は、ちゃんと DU モンデやメンブレインの先週が、比較的安価に手に入るが、 アストルピアソラコンプレトエンフィリプスワイポリドールやクラブ単語アーヘンティーノからの復刻版も貴重なピアソラの記録である。ただ、ピアソラはその絶大な人気のために多くのカキ譜がピアノ、ギター、バンドネオン他多くの楽器編成のために残され、ダリエンソとは対照的にピアソラスタイルを表面的に模倣した音が多くある。近年は改めて ピアソラの初期作品をクラシックの演奏家が挑戦するなど、普及という点に関しては、世界で最も成功したと言えるだろう。単語の音楽家は、自分の癖や味を人様に教えないため、書き歌に本当のことが書かれていないことが大半である。しかし、ピアソラはこれを基調面に楽譜化しており、楽譜の読める演奏家なら誰でも弾ける、という事態を招いた。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。